セイ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 リュウセイ、どうもリュウセイです。こんにちは、ミニちゃむです。どうもケシです。どうもジロイです。どうもハリウです。どうもヒュゴです。はい、ということで初心に戻ってカバンの中身チェックです。わー、はい。ジュライ君と自分一回あのドッキリかけられてるんですよね。カバンの中身紹介っていう体で女の子たち取って三三で分かれて一人の女の子の中に下着が混ざってる。ああ、気まずくなるドッキリみたいなっていう感じで早速皆さんチェックしていきたいと思います。どうぞ。はい、ということで最初はチャムとドアケイシです。怒られるぞ。ごめんなさい、ジュライ君。はい、ということで早速紹介していくんですけども、はい、どっちからいく？最初はグッジャケンプイ。はい、来いね。あ、私の勝ち。どうぞ先から。はい、わかりました。負けから。ということで僕のバッグはこちらです。さっさっせい。これはどこのバッグですか？わかりません。ということでじゃあ拝見します。はい、飲むヨーグルト。はい、好きなの？でも好きっすね。おーおーおー、めっちゃ好きっすね。あ、お財布ですね。そうっすね。コーチだ。オーチっす。オーチ、オーチ。 C が取れちゃってで、C が取れてんねんな。じゃあこちらはギャッツビー。最近暑いから。えらいね、持ち歩くのね。昨日もらいました、撮影で。もらったんだ。なんやねん。ヘアアイロンですね。サロニア。これだよね、わかる。やっぱサロニアっすね。うん。次、ロレッタのワックス、でイヤホンがこのまま縛らずに入ってあります。はい、大型さん。一緒に。一緒に。次、あ、なんだこれは。レクレアですね。持ち歩いてご飯食べたらと思います。これいいの？めっちゃいいっす、めっちゃいいっす。ちょっと気になる。パイナップル味だって。めっ、美味しいっすよ。そのままでも美味しい。次、これは？本ですね。本、はい、何の本？思い思われ、プリフラリ。あー、知ってる知ってる。浜辺美奈美が大好きです。あー、言ってたね。あ、鍵が出てきましたね。これは何の鍵？家の鍵ですね。あー、家ね。はい。え、めっちゃ絡まってる。あ、そこにあったんだ。ネックレス出てきた。なくなったと思った。超絡まってるけど、これベビーパウダー塗ったら取れるよ。そうなんですか。うん。ということでケイシ君の荷物こんな感じでした。はい、男の子ってこんなもんか。うん。ということで次私が行きたいと思います。ということでこちら使ってるバッグはヴィトンルイスですね。ヴィトンルイス。はい、ではまず一番上にあるものから。財布です。お財布、はい、これはどこですか？それはね、わかんないの。次行きまーす。ということでミンティア次。はい、これ美味しいですよね。ピンク、これが一番美味しい。グレープもめっちゃ好きな。グレープ私食べたことないかも。めっちゃ美味しいですよ。で次、携帯、これは何ですかね？これはプリキュアの敵役なんですよ。ダークドリームっていう。まあ中二ですね。中二？絶対今ナチュラルにディスったでしょ。では次、ボリカっていう、はい、これはどこのやつですか？ボリカだよ。これはボリカ。次。あ、それは触らない方がいい。あ、わかりました。歯の矯正です、これ。マウスピース矯正が。お、イヤホン、僕とは比べます。この対比。次、DHC リップクリーム。はい、次。レシート出てきた。そんなある？なんだそれ。領収書3枚と。あ、なんかネットで買い物した時に、コンビニ支払いした時のやつか。あー、その領収書もありました。はい。で、次、あ、マスクもちゃんと畳んで。で、次。めっちゃレシート出てくんじゃん。サロン。これが黒毛和牛サービス券。つけまつげ出てきた。ギャルっぽいよね。あ、そうっすね。あと、チェキみたいな。はい。ピアス。ピアスが出てきた。ピアス。何でも出てきますね、これ。そんなある？これカラコン。カラコンケース。カラコンのケースで。ピアス。もうない？はい、もうないっすね。よし。はい、こんな感じでした。はい。ということで、でこちらは以上でーす。以上でーす。次の方、どうぞー。どっちから行く？じゃあ、先生で。先生で。いや、流星ね。ドガン。何のバッグ？わかんないな。でもおしゃれだね。いいなと思って買った。確かに。じゃあ見ていきますね。え、一発目からこれ。いや、ポイ捨てよくないなと思って。まあね、確かにね。飲んじゃって。持ち歩く式だよね。じゃじゃーん。 VO5。 いや、5ね。5ね。5。次はアルコールジェル。次はあ、持ち銃。あ、持ち銃ね。ちょっと汚いね、これ。汚いんだこれね。ちょっと触れないな。ほんで、はい、バックス。バックスで、フォーク&スプーン。非常用にね、小銭入れに今使ってます。小銭入れなんだ。へぇ、ババーン、ね、おっきい長財布。あれ何？いや、それ出さんでいいやん、全然。何これ。あ、これではないでしょう。下ネタみたいに塗っちゃった。ゆずが持っていいのかな。タバコでございます。おい、ちょっと待って。ちょっと待って。めっちゃ待って、なんかめっちゃ綺麗と思ってる。だって見てたの。これをさ、開けたらさ、めっちゃ物が入ってて。絶対バレないと思ったように。まずはマスク、またマスク。これまたマスク、またマスクね、うん、またマスクね。まあ、大事だよね。これは何？ホテルのカードでした。あ、ホテルのカードね。ホテルのカード。これね、うん、日焼け止めみたいな。あ、日焼け止めなんだ。あ、はい、カミソリ。バーン。
騎馬戦の時の。ああ愛ですね。まだ愛国ちゃんになってるやん。あ、まだあった。時計入れてたの忘れてた、うん、時計です。金色の時計です。で、他は、あ、じゃじゃーん、40円あ、でもこんな感じだね。なのね、砂がすごいの。海でね、結構やらかしたからね、うん、あ、何やらかしたの。え、なんかバッグを振り回してた、うん、何やってんの結構入ってた、うん、結構入ってたね。はい、続いて、はい、ジュジャーちゃんの見ていきたいと思います。めちゃくちゃ入ってんじゃん。そう、めっちゃ入ってんの。はい、まつげ。ダイヤモンドラッシュのまつげ、大事、これ。あ、マスクね。あ、そうそうそう、マスク大切よね。そう、これ大事。マスクね。あ、これアリアのマスクこれは、これは日焼け止め。かわいいじゃん、これ。かわいいでしょ。これはこれ、あ、アリアのね、ポーチ。なんかいろいろ入ってるんだ。結構めちゃめちゃ入ってる。あ、これ財布。あ、そう、財布。ピンクめっちゃ好きじゃん。そう、ピンクめっちゃ好き。これもまたまたピンクですけど、これ何ですか、これ。筆筆だね。あ、エッグのポーチ。そうね、これはね、化粧ポーチ。なんかね、バンドエイド1枚バンドエイド1枚なんか靴ずれしちゃって、あ、やばい、どうしよう、遅刻したって今日朝思って、そのまま救急箱から取って、ポロって入れた。貼ってこればよかったじゃん。なんでここにこれがあるのかわかんないですけど、ピアス裸であ、今日つけようとしてたんだ忘れてたお、定期パスも。そう、これは大丈夫そう。これは服だよ。一緒に出てきちゃったこんにちは。イヤホンですね。これ何。あ、それは柔軟剤入れてる。香水ってさ、ちょっと匂いきついじゃん。だからふんわりさせた匂いにしたいなって最近思って、今日は柔軟剤をこれに入れてシュッシュしてる。あ、そういうことね。そうこれは何。これもね、化粧水なんだけど、パーンってやると化粧が崩れにくくなるの。あ、そうなんだ。で、歯ブラシですね。うん、空っぽだね。うん、空っぽです。イエーイ。ユーザーちゃんのはこんだけ入ってました。じゃあ僕らの荷物チェックは以上です。はい、以上です。じゃあ次の方どうぞ。誰から言いますか。最初はグーじゃけっぽい。最初はグーじゃけっぽい。じゃあ俺からね。だから自分のバッグはですね、エッグとドンキーのコラボのやつかな。最近発売したやつなんですけども、今はこれを愛用してます。これは香りじゃん、ワックス。これはオーシャンのやつですね。そう、オーシャン。これとこれ混ぜてる。白と青で混ぜて使ってますね。はい、ヘアスプレー。あ、これいいね。ファンレター。ファンレターね。さっきもらったばっかりのファンレター。おー、ありがとうございます。ファンレター。メモ帳。手帳っすね。手帳。それママの時やん。まあ、上京してるんでね。いや、すげえなみたいな。多分これ読んだら泣きますね、僕。一瞬みたい、一瞬みたいです。あ、これ泣くわ。泣き系の。これ泣くわ。でもしかも、これ泣くわ。その初めにもらった手紙をこういう手帳に入れてるのは、うん、マジでいいなって思いました。俺のお母さんも送ってくんねえかなって。はい、ということで、エッグの中からエッグ出てきたから。これ充電器、持ち銃。あー、持ち銃ね。そう。はい、これはサングラスですね。はい、サングラス。これいい出して。いいね、夏。今日はなんかギャル感のある感じで。こういうやつ、大体夏かき氷めっちゃ食べます。大体。プレ組。たまにお菓子入ってる、これ。逆に大丈夫かな。いや、俺ヒューガが心配。一つ言っていいですか、うん、これちなみにあのおばあちゃんからなんか送られてきたみたいな。あ、送られてきたうわー、一番うまいじゃん。じゃあだからこんなうめんだ。そうだろ、うまいやろ。いいね、イヤホン。次これダメ、ミンティアのガム。めっちゃいくよね、さっき。やっぱあの、育つ盛りなんて多分カカじゃないよ、カカじゃないよ、お前。食べていいけども、詰まらせるな。食べていい。いいよ、食べていいよ。そうやっていうやつ、初めて見た。自分初めて見た。初めて見た、俺。一旦捨てといて、それ。ああ。皆さん、こういう感じです、ユーガ、いつも。いや、全然やっちゃおう、やっちゃおう。やっちゃおう、やっちゃおう、もう。持ってきましょう。何を、何を。これはディオールの香水ですね、実際。さっぱりしてるやつですね。さっぱりだよ、これ。いや、これさっぱりだよ。これは、どっぷりです。いや、これはたっぷりです。いや、がっつりです。もう、あとはそんぐらいですね。はい、じゃあ次、ジュライ君。僕のバッグはサンドイッチ入れです。高いな。いえ、バレンシアガですね、これ。じゃあ、早速開けていきます。グッチの財布ですね、これは。で、続いては、香水ですね、これ多分、はい、プロドメンプラウドメン。あ、プラウドメン。これのハンドクリームが超好きで、匂いが。あ、何やったの。なんか染みてる。これ結構モテると思う。じゃあ続いて、エアポッツ。あ、もうラストですね。ラスト、あ、ミンティアですね。大丈夫これ。いや、先輩落ち着く。一回やってみな、これ。一回結構俺、ガツン系好きだから。いいっすか。涙出るかもしれない。
うわうわすげえ。何が出るぞ本当に。入んない。飲み込まない。飲み込めない。うわそうですね。ごめん早く言うかこれ。全然いいよ。よく逆に言ったっすね。ということで僕のバッグの中はこんな感じでした。はいじゃあ、はい、続いてヒガ君のバッグを見ていきましょうか。重いなこれまた。このバッグ結構見るけどマジかっこいいよねヒューガ背負ってると。いや。わかる。かっこよくない？何お前やば、そんなことないっすよみたいな顔しやがっていや、かっこいいっす、めちゃめちゃかっこいいっすこれじゃあ早速、中身を見ていきますか。やっぱヒューガといえば YouTube やってるから多分編集のために Mac があるのかな、はい、MacBook ですね。はい、続いてじゃあこれ充電器ですね、Mac の。じゃあ続いて、ビトンの財布ですね。はい、じゃあ続いて手帳ですね。どうですか。いや見てみようか。先輩見ましょう。俺がね、お、あ、目標は書いてあります。俺さっきじゃ目標ないやばじゃあ続いて、エクのポーチですね。ワックスとかスタイリング系、トリエのやつとか。はい、じゃあ続いて充電器。はい、続いてじゃあペン。ちょっと待って、ここにほんとスヌーピーがいたはずなの。なんか分かんない。食べた。いなくなってる。はい、じゃあ香水かな、これは白。あ、いいいいっすね。はい、じゃあ続いてリップぐらいだね、うん、じゃあリップぐらい1円落ちた1円落ちた。以上です、ヒューガ君の中身は。ありがとうございました。はい、ということで僕たち3人のカバンの中身紹介は以上です。イエーイ。はい、ということで終わりました。はい、大丈夫、下着入ってなかった。下着はなかったね。なかったね。一番入ってたね。おむつ入っとったよ。そうなの。入ってない、みんな誤解しちゃうからもうそれは本当に。はい、今日も最後まで動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。お願いします。それではみんな、バイバーイ。バイバーイ。